なんか、リキさんなんかあれだよね。なんか、だんだんさ、ネジが外れてってるというかさ、もうなんか、抑えが効かなくなってるというかさ、あれ、こんな人だったっけみたいなさ、ブレーキ壊れちゃったよね、多分。なんかあったよね、どっかで。あれじゃん、名古屋のライブとかさ、一緒だった時はさ、なんかかっこいい、まだ、かっこいい、おじさんって感じだったのよ。まあ、面白いし、かっこいいし、なんかクールみたいなイメージで、女性人気もあった。過去芸？今もね、もうかっこいいんですけどね。やっぱおじさんが揃うと暴走しちゃうのかなっていう。もううちらなんかマジで、キャーって言ってた時あったもん、なんか。うわーみたいな。3人がなんか赤ちゃんみたいなんだった時、マジだったもんね、こっちは。ガチの悲鳴上がってたからね。いや、力一なんてママ探すじゃな、なんか勝手にそっち側行ってたもんな。なんだったんだ。そう、3D 始まる前のさ、力一とリオンさんのノリでさ、なんか、力一がさんがさ、力ちゃんがさ、そのメジャーなアニメとかさ、例えば、まあ、鬼滅、おもろかったよね、みたいなこと話すとさ、リオンさんがさ、なんか、力一って、鬼滅見るの？みたいなさ、この力一さんがなんか、王道なことをしてるとさ、なんか、こう、残念がるっていうノリがさ、めっちゃおもろくて、みたいな。鬼滅とか、そういうの見ちゃうんだ、みたいな。なんかそれが面白すぎて、力一スイッチ買っちゃうんだ、みたいな。そのノリがめっちゃおもろかった。リリリやっぱ面白い。なんか、こう、打ち解けてる感、なんか、絡みが、マジで面白い。どう思ってるんだって言って、力一が。俺のことどうしたいんだ、みたいな。面白かった、そのノリが、マジ。ずっと笑ってた。空気感いい。本当に。ずっとやっててほしい。